パシャーン中皆様、明けましておめでとうございます。本日ここに輝かしい新年の門出にあたり、江戸町火消し以来の歴史と伝統を誇る東京消防出初め式が、多くの都民の皆様にご参加いただき、このように盛大に挙行できますことに対し、厚く御礼申し上げます。また防災市民組織や災害時支援ボランティア、自衛消防隊の皆様には、日頃から地域や事業所の防災の担い手として格別のご協力をいただいており、都民を代表して心から敬意を表するとともに、深く感謝を申し上げます。加えて消防隊員の皆様には、生業の傍ら都民の生命財産を守るため昼夜を分かたずご尽力されていることに、心から御礼申し上げます。また東日本大震災の際には、孤立した気仙沼市の中央公民館に多数の子どもたちが取り残されているというツイッターの書き込みからの情報を、当時副知事をしていた私が東京消防庁に伝え、迅速な対応によりヘリコプターで446名を救出していただきました。さらに福島第一原子力発電所の事故では、放射線量の高い危険な状況下において屈折放水等車を活用した、文字通り決死の冷却活動により、日本は危機を脱出することができました。東京消防庁のさまざまな努力、使命感、ノウハウの蓄積があるからこそできた活動であります。これからも都民国民の安心安全を確保するために、尊い仕事に邁進していただきますようお願い申し上げます。東京都は東日本大震災の貴重な教訓と、最新の科学的知見によって見直した首都直下地震などの被害想定に基づき、被害の軽減と復興に向けて昨年11月に東京都地域防災計画を修正しました。東京を襲う災害への備えを固め、帰宅困難者対策や木造住宅密集地域の不燃化を推し進めてまいります。また今年の9月にはブエノスアイレスで開催される2020年のオリンピック・パラリンピック開催都市が決まりますが、是が非でも招致を実現し、東北の被災地にも聖火ランナーが走る、日本中で盛り上がる素晴らしい大会を開催したいと思います。招致実現のためには、JOC をはじめとしたスポーツ界や経済界など、あらゆる力を結集するとともに、多くの国民、都民の皆様から、これまで以上に広範な支持をいただけるよう、お願いいたします。結びに、この1年が災害のない平穏な年でありますよう、心から祈念し、告示といたします。平成25年1月6日、東京都知事、猪瀬直樹。手をつけ！頭！